はい、どうも、サバです。ということで、今回もスライムランチャーっていくんですけど、いやちょっと、上にちょっとスライムランチャーのバージョンが、ゲームバージョンが書いてあると思うんですけど、これ、スライムランチャーアーリーアクセスバージョン 0.3.1 っていうことで、前回の動画から、もう2ヶ月くらいが経ってると思うんですけど、なんか僕の、このスライムランチャー、他のゲーム実況者さんは、多分バージョン 0.3.5 みたいな、0.3.5C みたいな、そんな感じのなんかバージョンらしいんですけど、僕のだけなぜかなんかアップデートができなくて、アップデートができないというか、Steam は多分勝手にアップデートしてくれるんだろうだと思うんですけど、なんかされできなくて、アップデートが。それでもう今のこういう現状になっています。最近は、なんつうの、0.3.5 だと、泥棒スライムとか出てきたりとかして、なんかすごいらしいんですけど、僕らまだそれができていないと。それはもう憤りと憤慨でもいっぱいですよ。ということで、今回もスライムランチャーやっていきましょうか。よし、前回、ここを開けますみたいな感じのことを言ったんで、今、コインが4108コインということで、この開けるためには1795コインいるということで、まあ、開けれるということでやっていきましょう。はい、 OK、 開いたー、開いた。あと水を出す能力と、なんかこの攻撃してくるスライムを弾き飛ばすみたいな感じの能力を、まあ、はい、買い取りました。買い取りました、ありがとうございます。これを使って毎日頑張っていきたいと思います。はい、なんか普通に喋りながら住んでたんだけど、綺麗だね。ここ洞窟のステージかな。ここもなんか栽培するところなのかな。あ、これで夜中に出てくるホタルスライムちゃんがいけるってことなのかな。あ、ここにテレポートがある。あ、やっぱここだわ。やっぱここだわ。やっぱ前回の、ここは、やっぱここでしたね。なんか主語がいろいろおかしいけど。やっぱいい、よかったです。あ、いたいたいた。オッケー、拾っちゃいまーす。前回、あれ何あれ、あれ、ちょっと待って、ごめん。待て。待て、なんだこれ、何これ、待て、あ、待て、どうしよう、これ食べる？食べた！あ、消えた。え？ラッキースライム。初めて見たわ。すごい。さっき、あ、待て、ここにもいたんかい。ここにもいたんかい、みたいな。どういうツッコミだよ。すごいな。今回運が良かったですよ。2匹見つけた。まあ、いいでしょう。ここからどうしようか。お、オッケー。すごいな。そう、こういう時には、これ倒します。ごめん、無理だった。ごめん、嘘、ごめん。ほら、消えた。よし。死んだ？なんかまだ危ない音が聞こえるよ。大丈夫か？大丈夫だ、よかった。よーし。多分動画でここ行ったっけ？この道。まだ行ってないよね。行きましょうか。あ、ここだ、ここに危ないスライムがいたんだ。逃げましょう。そう、進んでって。うん。ここは？ここは別にどうでもいい場所か。どうでもいいってわけじゃないけど。ここはなんだ？なんか、お、カクカクつくな。なんか、放射線スライムがいますね。いつも通り。怖？あ、で、おっと。もう、怖、なんだ？すごい。あ、なんかこっちも道ある。あ、こっちから行ける。行きましょう。怖？これなんだ？何も生えてない。あ、このホタルスライムちゃんの、ケージを作って、やっぱ空飛ぶと思うんで、ここで、何があるか他に。ソーラルシールド。なんだこれ。え、何これ。
かわかんないけど、まあ、いっか。まあ、お金はいっぱいあるんで。うん。いつかはなくなるだろうけど。ちょっとまあ、戻りましょう。向こうに。まだ見てないものがいっぱい。よし。ただいまですね。なんか、すごくカクつくな。こう道ある。へぇ、すごいな。すげえ広い。あ、これも取れたら集めよう。この爆発スライム。世界一危険と言われている。あ、これどうすればいいのこれ。水集めよう。待って、じゃあごめん、邪魔。いいで。え、大丈夫？あ、大丈夫だ。自滅した。水の上で生まれてきたことが間違いだったな。ざまみろっていうやつですね。では、やっていきましょう。なんかどこ行こうとしたっけ？ここか。これに行こうとしたんだよ。いや、広いな、マップ。すごい、まだ行ったことない場所がいっぱいある。よいしょ。よし。で、僕、ここに行こうとしたら、ここになんかあったっていう運営のトラップに引っかかってしまった。いや、制作者さんにのトラップに引っかかってしまった。もうまだ、ここは看板で、まあ先に行けないよってことなのかな。いや、これ絶対アップデート来てたらさ、行けてよね、この先。くそ、叫んな。なんでできないんだろう。なんでできなかったんだろうな。なんでできなかったんだろう。なんでだろう。お、OK、行けた。おー、これはとってもいいショートカットかもしれない。いいね。ここからもよくいい眺めが見れますね。素敵。いいね、夜のこの世界も。いいね。ちょっとやっていきましょう。ここにも道があるんで。ここにも行きましょうか。なんか敵が出てきた音が聞こえ？なにこれ？でかっ！え？ここにも。危ない。早い。なんか、侵食率が早い。侵食率なんだよ。ここにもあの、大きなやつがいたのか。じゃ、多分、あいつを満腹にすれば、いいのかな。このさっきのあのなんか汚染スライムはあれで、お前この調子乗りやがって迷惑。 OK、 いいね、ありがとうみんな。でなんだこれ、ここから行けたかな。あ、全然違う。全然近かった。あれ、さっきの大きいスライムはどこだったっけ。ここだったっけ。すげえいい BGM なんだけど、これ。めっちゃいい BGM だわ。うん。BGM って言いづらいな。とりあえず、このキャロット食べるかな？あの、デカスライム。はい、食べてね。あ、食べる。これ何が個別なんだろう。スライムペディアで。見よっか。ラッドスライム。ハボライト。おかおかの実？おかおかの実。おかおかってあれじゃないですか。おかしっていう、なんか。この、うん、僕好きなんですけど、そのシリーズ、とある実況者さんのシリーズなんですけど。まあ、ダメだ、やっていきましょう。よし、まあ、とりあえず、まあ、家に帰りましょうか。もう夜なんで。あ、そっか、まあ、これ、この子まだ一人ぼっちなんだよな。じゃあ今回はあの子の友達を連れてきて終わりましょうか。まだ夜中の10時なんで、まあ、まだあの子の友達はまだいっぱいいるでしょう。よいしょ。よーし。じゃあ、あの、ホタルスライムちゃんの仲間を取りに行きましょう。いっぱいいる。いっぱいいた。早送りしようかなと思ったけど、いっぱいいたわ。めっちゃいっぱいいるんだけど。うわ、すごい。こんななんか、富士壺みたいな中出るんだ。こんな富士壺みたいな中からね、たくさん出てくるんだ。うん、すごいな。すぐ集まってきそう。おー。いっぱい出てくる。めっちゃいっぱい出てくる。すごいな。いっぱい持ってきましょうか。いっぱいいた方がね、この世界も楽しくなるんで。うん。あ、めっちゃいっぱい出てくる。無限出てくるな。無限出てくるぞ。無限出てくるじゃん、これ。ずっとこうやってやったら。ずっと取れちゃうみたいな。すげえ。すごい。もう溜まっちゃったわ。行きましょうか。あ、あと、僕、あの、この、ホタルスライムちゃんの、好物多分畑に植えてあったと思ったんで、これ取っておきましょうか。多分これかな。あ、これだ。ホタルスライムちゃん多分これが好きだった気がするんで、こ
これかな、もしかしたら。キューベリーだったかな、名前忘れちゃったけど。この丸いやつか、この四角いやつか、どっちかが、多分、コボじゃと思います。はい。ということで、もう見ていきましょうか。はい、来ましたね。これ、40匹入るかな、みんな。すごい、もう満員電車みたいになりそうだけど。失敗連れてきたよ。やばい。やばい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 。やばいやばいやばい。多すぎる。大丈夫かな、これ。重い重い重い。なんか、かくついた。かくついたぞ、一瞬。大丈夫か。広くできないかな。あー、できないっぽいな。オートフーダー入れようか。多すぎるな。で、あとは、まあ、排泄物を入れるためのものをやっていきましょう。これ大好物だっけ、みんな。あ、大好物じゃない。大好物だったらね、ハートが出るんですよ。あ、出てきた出てきた。あ、キューベリーなんだ、大好物。よかったー。じゃあ、ここに入れましょうか。はい。これで自動的にね、餌をあげてくれるんで。よし、これで、仲良くみんなでご飯食べてね。うん。よし。戻りましょうか。ということで、今回はここまでにしようかな。まあ、次回は、まあ、もうちょっと、うん、早めに投稿できるようにしたいと思います。多分1週間以内には投稿しよう。うん。いや、2週間以内に投稿する。いや、やっぱ1週間以内に投稿するに頑張ります。ということで、まあ、多分、もしね、この動画良ければ、高評価、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。やばいな。やばいな。まあね、うん。アップデートができることを、できるようになったことを願って、まあ、頑張りたいと思います。はい。なんか、サイルできてるか、これちゃんと。できてるかな、これ。できてるか。まあ、はい。はい、じゃあ、次回は、放射線スライムを、まあ、満腹にさせて、爆発させようと思います。次回も見てくれて嬉しいです。ということで、バイバイ。Thank you.